リエルガネス駅に停車中の客車列車、サンタンデール・リエルガネス間を走る電車スペイン競気、鉄道は2012年まで存在したスペインの国営鉄道事業者。略称はフィブ。スペインのメーターゲージ路線の大部分にあたる 1250km の路線を保有していた。倒産した民間鉄道を引き継ぎ、1926年からは、 政府経営の EFE が運行されていたが EFE に代わる組織として1965年に FIB が設立された。1941年にはレンフェが設立されており、やがてスペイン国内のすべての後期鉄道がレンフェの所有となると EFE は狂気船のみを運営する組織となった。FIB は政府所有の商業的な会社として1972年に 設立された。フィブは既存の事業者が利益を上げることのできなかった標準規制及び狂気線を吸収し続け、その多くは期間1000ミリメートルに変更された。しかしながら、スペイン1978年憲法下での地方文献により、フィブも事業の一部を新たにできた自治州に移管し始めた。1978年に一部がカタルーニャ州に移管されて、 カタルーニャ公営鉄道となり、1979年に一部がバスク州に移管されてバスク鉄道となり、1986年に一部がバレンシア州に移管されてバレンシア公営鉄道となり、1994年に一部がバレアレス諸島州に移管されてマヨルカ鉄道となった。ムルシア州の狂気鉄道ネットワークはフィブの制御下に残った。前述の EFE は、 マドリードで郊外路線を運行していたが、この路線はメトロマドリードの10号線となった。2012年12月31日、フィブの狂気ネットワークとレンフェの後期ネットワークが合併され、フィブという企業は消滅した。インフラは国営のアディフに関され、車両はレンフェオペラドーラに移管された。狂気ネットワークの運行は再編成後に、 同じ条件下で続けられている。2012年以前にフィブが運営していた狂気線の多くは、スペイン北西端のガリシア州からアステリアス州、カンタブリア州を経てバスク州まで続き、大西洋のビスケー湾の海岸線の周辺に位置していた。これらは他の地域のより孤立した路線と異なり、フィブが統合的に管理していたため大きくて、 重要な交通システムを構成していた。フィブが保有していた1 1 9 4トルの路線のうち3 1 6トルが電化されていた。フィブによって運行されていた排他的な観光路線として延長6 5 0トルのトランスカンタブリコ線があった。この路線はエスパーニアベルデの海岸線に沿ってバスク州山、セバスティアン、バスク州ビルバを カンタブリア州サンタンデール、アステリアス州オビエド、ガリシア州、フェロル、カスティーリアイレオン州レオンを結び、1982年に全通した。列車は休日運行を行い、車両には寝台個室、ラウンジ、レストランが備わっていた。総所用日数は7泊8日である。トランスカンタブリコ線では、フェロルからアンダイエまでの区間で、 部分的に一般的な地域輸送も行っており、その一部はバスク鉄道などの地域事業者が運営していた。非観光路線で最も距離が長いフィブの定期列車は、レオンとビルバオの間を約7時間で結んでいた。フィブはセルカニアスと呼ばれる通勤電車を運行していた。フィブの主要な通勤地区は、 アストゥリアス地方であり、フィブの子路線が密集するアストゥリアス地方では、フィブの路線とレンフェの路線が完全に統合され、地域のメトロシステムとして、効果的に機能していた。ビルバオ近郊では、ビルバオのコンコルギア駅から、ビスカヤ県西部のバルマセダまでの路線を運行しており、バスルとソドゥペ、アラングレン、サリアなどの町や、ビスカヤ県の小規模な村や集落を通っていた。 フィブは年間約4億6千万トンの貨物を輸送しており、事業の大部分を占めていた。多くの産業に欠かせない鉄、鋼、石炭を輸送していた。ありがとうございます。